この本によれば、そのインドネシア語の母音は2種類あります。それは何でしょう？Yo, yo, yo! こんにちは、マソブチャンネルの天野ハリです。今日はですね、インドネシア語の母音を教えたいと思います。先週はインドネシア語のアルファベットを教えましたが、今日はインドネシア語の母音だけを教えたいと思います。なぜかというと、一つのアルファベットは二つの読み方があります。ただの母音だけじゃなくて、その母音の例も教えたいと思います。では、まず最初の母音は、あです。あからの言葉は、例えば、あたす。あ、こんな感じで刺すかな。あたす。意味は、上。続いて、次の母音は、いです。いからの言葉は、例えば、いぶ。意味は、母。では、次の母音を続きましょう。それは、うです。うからの言葉は、例えば、うだら。意味は、空気。まだまだ全然難しくないでしょう。OK。次は結構特別なアルファベットかな。特別な母音と言われてます。なぜかというと、2種類の読み方があります。それは、えです。その2種類は、えと、うです。まあ、日本人は結構難しいかな。その、うの読み方が。だから、その代わりに、大体日本人は、うじゃなくて、うで言いました。えからの言葉は、例えば、えなく。意味は、おいしい。それから、うからの言葉は、例えば、うなむ。意味は、ろく。そして、最後の母音は、お、です。おからの言葉は、例えば、おらん。意味は、人。では、今日の授業が終わりました。もし聞きたいことがあったら、必ずコメントに書いてくださいね。何でも大丈夫ですよ。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録をぜひぜひお願いします。また会いましょう。だだー。